韓国代表、FIFA 規約違反でワールドカップ出場権剥奪へ。韓国がワールドカップ W パイ北中米大会アジア最終予選を通過しても本大会に出場できない可能性が出た。韓国サッカー協会はホン・ミョンボ監督55の A 代表選任過程などが不透明として管轄の文化体育観光部から監査を受けた。これに対して FIFA と AFC がサッカーに政府が関与したことで懲戒される可能性があるとの趣旨で警告文を送ったことが3日分かった。 FIFA は定款13条に各国サッカー協会は第三者の干渉を受けてはならないとの規定と同14条に政治的な干渉から独立でなければならないと明記している。本大会というか予選の次戦から外される可能性もある。ぶっちゃけ韓国が出れないのは FIFA にとってどうでもいい。むしろ中国の枠増えるから大歓迎かもしれん。いやあれやこれやの手を使ってその措置は出ないように回避するっしょ。さようなら韓国。知らないはずがないのにこんなことするとはよほど終わってるんだろうな。2030年に会いましょう。そもそも実力でも出れるどうか、ヨルダンやイラクも相当力つけてきてますから。サッカーと政治は絡めるなとあれほど。え、マンチェスターシティ?知らん。最低でも予選の勝ち点剥奪とかのペナルティーはありそう。あ、やっぱそうなるか。とはいえ、実際問題、おそらくミョンボに辞表書かせるだろうな。代わりが見つかるかどうかは知らん。